皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは購入品開封紹介の第3回目ですね。そして、その中身は特撮ということになります。そしてご紹介する品物はなんですが、まあね、もうあのサムネイルに出てたかなと思うんですけども、こちらですね、プレミアムバンダイ専用商品ということで、究極東方怪獣ゴジラ1974の開封レビューということになります。で、一応本日はこの開封レビューだけ行いまして、また次回ですね、こちらですね、こちらね、ガシャポンでですね、10月頃に出たものでしたかね、この東方究極東方怪獣ゴジラヘッドというものが出てまして、これのこのね1974のゴジラの首と、これを言えばすげ替えることができるということですので、そちらなど映画の振り返り等を次回行いたいと思います。そちらもまたね合わせてご覧いただけたらと思います。本日はまあ、レビュー開封レビューのみという感じになるかと思います。ではよろしくお願いします。さて、こちらですけども、まあどれだけ続くのかもわからないですけど、一応新シリーズという感じなんでしょうかね。で、そのレビューと、まあ他の方のエクストを見ていると、サイズ感としては要は、アルティメットルミナスですかね、あのシリーズの言えば、その大きさに準じてるという感じですね。ですからこれも、以前出たあのメカゴジラの1974ですかね、あれの、アルティメットのものと、まあ言えば同じぐらいのサイズ感のものということにどうもなるようです。はい。で、ですね、まあ、こういうところもね、ちょっと全て私はもう収録入れてますんで、開けるまで少々お待ちくださいね。はい。あの、何でしたら早送りしていただいても結構ですよね。はい。よいしょ。こうですね。はい。こんな感じですかね。よし。はい。よいしょ。あれ、開きました。あ、出てきましたね。こういう感じなんですね。あ、あ、箱としてはなんか好きな感じの箱ですけどね。出るのかな、パッと。ちょっと待って。あ、出た出た。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ダダンと。はい、こういうことですね。ああ。はい、こんな感じです。パッケージとしては、これ70周年となって、究極東方怪獣ゴジラということですね。ちょっと、映り込みがある感じのパッケージですのでね、すいません。ちょっとこんな感じにさせてもらいます。ゴジラ対メカゴジラですね。はい。ここは何も書いてないかな。何年とは書いてないですね。はい。で、側面ですね。はい。それから、これは底ですね。それから、右側面かな。はい。で、あと、上面こんな感じですね。うん。はい。で、よいしょ。こうですね。はい。背面に、このようになってて、で、これが先ほどお伝えした話ですね。これをね、こう、すげ替えることができますよ、ということですね。はい。まあ、これはまた次回ということでやってみたいと思います。はい。さて、じゃあ開けてみましょう。まあ、そのレビュー等を見ていると、ちょっとこう、なんですかね、照り返りが結構、あるね、という話を見たりしましたけどね。うん。なんか、表面、体表の表面塗装が結構キラキラしてる、そのような感じだっていうレビューは伺いましたけども、まあどうなんでしょうね。よいしょ。これがね、ここもなんとか綺麗に開けたいのですが、これはさらっとはいかないそうですね。ちょっと待ってくださいよ。どれでいきましょうかね。これでいきましょうかね。
かな。よいしょ。うん。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっと画面から外れますね。すいません。はい。うん。よいしょ。皆さんはところで、アルティメットルミナスっていうのは、どこまでどう集めてらっしゃいますか？この間、何でしたっけ？何の分だったかな？これがまたなかなか出ないですね。ちょっと待ってくださいよ。あ、これでいきましょう。よし。これね、もうこういうところもね、すいません、もう。私のチャンネルは許してください。そういうとこもね、すべて余すところなくで、開けやすさ、開けにくさ等もね、含めてですね、開きましたんで、はい。で、こうですね。はい。で、こう出てくるということですね。だだっと。ははははよいしょ。はい。こんな感じですね。ほう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 。これは、ここはまだテープがついてるかな？テープついてなさそうですね。おっと。はい。なかなか、かなり頑丈な、頑丈というか、壊れないようなことにしてくれてますね。で、こちらということですね。ダダンと。あ、かなり可愛らしい感じですね。はい。じゃあちょっとつけてみましょう。尻尾が、こうですね。別付けになってますね。これ入るのかな？ちょっとひょっとしたら、ぬくめないとっていうことかもしれませんけどね。うん。入らないかもしれませんね。よっ。うん。これはなかなか、ちょっと、ドライヤーで行かないと無理かもしれませんね。そのことは特に書いてないのかな？うん。ドライヤーで、取り付けてくださいとかっていうことは書いてないですね。あ、これ、ああ、そうかそうか。これ皆さん見てください。原型師さん。ピント合うのかな、ちょっとピントが合いづらいですけど、こうですね、ここ関健二さんですね、原型ね。いいですよ。じゃあね、関健二さんってこの間私も初めてウルトラマンの A タイプを関健二さん購入したんですけど、やっぱ良かったですよ。うん。で、一応まあ今回だからこのシリーズはずっと関健二さんになるのかな。はい。で、一応材質はソフビ扱いなのかな。PVC になってますね。ああ、一応多分ソフビはソフビだと思うんですけどね。これもね。はい。違うのかな。さて入るかな、これ。ちょっとこれはね、入らないですよ。多分このままじゃ。ちょっとこれまた次回ね、この首をね、据え替えたバージョンで収録しますんで、その際にはちょっとつけておこうと思います。これちょっと多分このままでは強引にやれば入りそうですけど、ちょっとドライヤーで行った方が良さそうです。はい。皆さんもそんな感じで。じゃあ別々で見ましょうかね。はい。まず、長いですね。頭部ね、どうですかね。よいしょ。もうちょっとアップしましょうか。よいしょ。こんな感じで。うん。まあ、正面見たところは、やっぱりこう、1974のゴジラのような、このギョロッとしたね、この目ですね。で、上の、ここにちょっとこう、なんていうんですかね、この線がね、入っちゃってるって、これも X の方で話がありましたけどね、確かにこれは、ちょっと残念ですね。で、この鼻の感じね。まあ、目の塗装とか。で、この背びれも、メカゴジラ戦はこの感じでしたね。覚えてますね。で、縦筋が入るんですね、基本的なね。可動は、この感じがいい。うん。この感じがいいですよ。あ、お、ここが動く。
ここの関節が動くのはいい。いいですね。ほら、ここ。普通はここだけですけど、さらにそれがこう動くことで、より躍動感が出ますね。はい。で、足もぐるっといきますね。なんか昔の、それこそブルマークとかね、マルサンとか、ああいう感じのソフビに近いぐらい結構くるくる回る感じですね。おっちんできます、おっちん。はい。っていうとこですね。で、あとは足裏。あ、インジ等はないですね、特にここね。でも足の裏にもこう筋が入ってる。これは嬉しい造形ですね。うん。はい。っていうとこ。で、あとは尻尾。尻尾も、まあ、塗装はどうなのかな？もう少しあっても嬉しいかなっていうとこかな。っていうとこですけど、ここはもう動かないですね。はい、固定ですけど。で、ここにインジが入ってますね。はい。まあ、中国製ということになってますね。はい。ということで、いかがでしょう。で、あとはですね、首ですね。これが外れると。こういうことですね。これ。で、これがまあ、差し替わるという理屈のようですけどね。で、これが取れるのかな？ちょっとよくわからないですけど、下顎の部分がって言って、これは、多分これがね、外れて、それでここに、もう一つのやつが入ったらこういう開いた顎になるということだと思うんですよ。これだから今だと下に歯がないですよね。はい。これはあくまでもこう口閉じバージョンということになりますね。はい。という感じですかね。はい。まあだからこれをここからも交換するということなんでしょうけど、ここごともひょっとしたらここだけでも変えれるかもしれませんね。まあそれもちょっと次回やってみましょう。はい。というわけで、いかがでしょうか。持った感じは、そうですね、セットで持っても、本当になんかもうソフビって感じですね。重さ、この重量感というところではね。うん。アルティメットルミナスというふうに比べたら、軽い方になるんじゃないでしょうかね。部類としてはですよ。はい。というわけで、まあ、顔も。でもなんかこう、逆襲メカゴジラの逆襲のゴジラの顔にも見えないことはないかなという気はしますけど。まあまあ、あの2作はね、連続してるんでね、似てる感じかな。はい。ということで、なんか小ぶりでいい感じですね。まあこれが今後、一応次回、キングコング対ゴジラが出るし、84ゴジラも出てくれるんだろうなと思うんですけど、まあせめて3つまでは出てほしいなと思いますけどね。はい。というわけで、以上になります。次回ね、また、お楽しみいただけたらと思います。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画、気に入っていただけましたら、グッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。